ティエラのトークショーを開催させていただきます。出演は、ツアーの公演ごとに背中に文字を書いたりして、あ、これすごいの、そうなの、そうなの、回ったミラーチ、やばいやばい、やばい、ダメだ、ダメ、変化か、やるか、あー、やってやるよ、やってやるよ、やめてください、何の文字？気になる。確かに。何の文字？聞いちゃいますか？聞きたい。何？まだあるの？本当ね、うん。とある公園では、うん、好きって書きました。ちょっと待って、ちょっと待って、いいですか？はい、あの、そう、ビービルじゃないんですけど、はい、私のポニテを使って、うん、背中に書いてる子もいまして。あれ？誰だよ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 ？書きがち、ポニテ使って書くって難しくない？どういうこと？これ筆にして、どこの部分背中にひょ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 、何の曲だろう、何の曲だろう、誰、犯人はどなた、僕は若いぞ、わかる、わかりやすいな、何の曲ですか、すみません、ショーティングボイスです。え、私なんて書いたんだっけ、好きって書いたんだよ、え、何、忘れてんの、それは怒っていいよ、私が喜ぶと思って、違う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 、青山にやってきた、やばいやばい、今日ちょっと、今日やばい、やばい、良かったかもしれないね、違うって、そうやってさ、本当にいろんなところでポストみたいな感じ、私さ、スカート持ってさ、うん、はいはい、あの両端を持って、うん、ちょっとお辞儀するようなところあるじゃない、あの振り付けがすごい好き、かわいい、かわいくない、あの所作、綺麗、ナギがダントツで綺麗な、ほんとに、あ、もう台無し、台無し、台無しだわ、そうなんです、あの、なんかこう、指先の危ない危ない危ないから、危ないとか、ポニテール興味だから、なんていうのかな、振り向く時の首のこの一番長く見える角度とか、なんか全部やっぱりこのバレエやってたっていうのもあって、ね、すんごい綺麗だなって思っていつも MV を、マジ？やばい！やばい！ちょっと怖い！ちょっともう、ね、今日やばい、今日さ、全員がやばい、びっくりしちゃうから、ミラさんそういうグループって思われちゃうから、おしとやかにいきましょう、おしとやかにね、このね、国のね、笑っちゃう。